全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前は大木戸じゃ。今回は超有名だな、ポケモン実況者の方とな、コラボしたいと思うぞ。お願いします。です。何言ってるか全然わからないじゃろ。ライバルさんじゃな。はい、ライバルです。よろしくお願いします。よろしくお願い申し上げます。じゃあ最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先行で。はい、問題はここマリガン祭りになってしまうところなんじゃん。じゃあ7枚でもうしっかりと並んで。はい、誰の知らんじゃん。あ、ちょっと待ってください。それ僕あれなんですよ。え、あ、水エネルギーなんですよ。これ全部アクエネルギーで。あー、アクエネルギーちょ持ってないんで。はい、水エネルギーしか入ってないんで。はい、それは全部ちょっとアクエネルギーでお願いします。アクエネルギーということで、見ていこうと思うぞ。はい、はい、もうそろそろね、大丈夫だと思うぞ。うん、これで引けなかったらね、もう謝罪します。でも大丈夫だったんじゃん。しっかりとこうやって出して、ここで2体そこで確率が収束してしまったみたいじゃん。で、再度置いて、はい、お願いします。フェローチェ&マルチブーンを出して、1枚ドローして、ネッティングボーリング使って、またまとめられますよ。すいません。ネットボールを使って草エネルギーを持ってきて、はい、で、貼って、どうしようかな。まだ触りましょうか。はい、で、冒険のカバン使って、はい、ポケモンの道具を2枚まで相手に見せてから手札に加える。ポケモンの道具っていうのは装備カードじゃな。こういうこういうやつ、装備カード、こういうやつ。遊戯王で言う装備カード。遊戯王で言う装備カードじゃな。うん、だったらここは装備カードなんてそんなに入ってないから、こだわりバチマキを2枚持ってきて、はい、でそのままフェロチアンマッシュブーにな、貼っていこうと思うぞ。じゃあここでカットお願いします。カッティング、カットピピー、ダメです。 ING は NG なんじゃな。で、どうしよっかな。やめよエーテルパラダイス宝庫貼って白リング、はい、あ、また ING 白なんじゃな。ダメ、よいしょ。わあ、こう来るのね。じゃあターンエンドじゃな。はい、じゃあカード引きます。ネストボール使います。ネストボーリン、とっとっとっと、はい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 、キバニー、もうキバニーが出てくるわけだな。そうですね、キバニー出してドロサポがいいんですよね。あまり効かなかったせいで。なので、ハイパーボール使います。もうハイパーボール、エネルギーとゲコゾロタクシミ切って、はい、ハイパーボールで入ったらジラチがいい。ジラチ、ジラチン、ジラチやな。ジラチ連れてきて、本当に病気だな、マジで。これ手札に加えます。はい、願い星使います。はい、願い星上から5枚見て、エスケープボードを。まあ強いの。どっちかというとリーリエとかの方が惜しかったんで。そうですね、でまあさっきもう1匹加えてたんで、ボードついてるんで逃げて、もう1回願い星、はい、ハイパーボールにして、はい、ハイパーボール使います。はい、サメ肌と水エネルギー、はいはいはい、トラッシュして打ち回っているようじゃな。全然回ってないですよ。本当に？キバに。だってもう残月する準備満タンじゃないか。キバに引き目出して、うん、カットします。しっかりとカットして。リメニングデデチェンジで。手札ゼロ枚なんで。うわ、すごいんじゃの。6枚引きます。そうですね、終了で。終了で。じゃあわし。ポイント先やっていきますわ。はい。ポケモンチッキング。はい、じゃあネタなんだで。どうぞ。ドロー、じゃあダーティング自転車使ってすいません、2枚見て、そうじゃな、これどうするかな。じゃあグズマ捨てます。はい、んで、はい、ブルーの探索ぶち込んで、はい、ここはぶっしりとネットボールを2枚持ってきて、はい、そのまま使います。1枚は、フェロマシじゃな、はい、でもう1枚は草エネルギーを持ってくれると思うぞ。はい、まず草エネルギーを、手張りして、そのまま、ジェットパンチで30の、はい、
キバニアでお願いします。キバニア30。はい、じゃあカード引きます。はい、普通に負けそうでさ。じゃあやばい、このまま一気に終わらせてやるからな。ネストボール、種ポケモンをベンチに出すことができるんじゃの。キバニア、なんでゾロワークと月光が出てこないんじゃ。いや、はい、なんで出てこないんじゃ。キバニアデッキなのかな。どっか行きましたね。どっか行っちゃった。さっきハイパーボールでトラッシュしたら見たぞ。エネルギーつけかえ、やることないよ、うん、なんか終了なんですよね、僕、うん、終了です。はい、じゃあわしのターン1枚ドローして、そうじゃな、基本草エネルギーをフェローチ&マッシブーンにつけて、はい、で、ブルーの探索2枚目しっかりと使って、ブザミーネとマンダムの薬持ってきとこう。はい、で、ジェットパンチングでこれと、フツ破壊でサイド1枚ゲットじゃぞ。やべえマジで。じゃあカード引きます。はい、やばい、願い欲しい。願い欲しい。一生願ってる。前提は願い届かないですけど。ネストボール、ネストボーリング、エスケープボードチラチにつけます。はい、エスケープボードいいぞ。口にも入ってても並べないからな。サイド1枚ずつしか取れないから、エスケープボーリング、リーディエ、リーディエ持ってきて手札見ます。カットなしす。はい、カットするんじゃぞ。やべえマジも終わったくせ。ネストボールで、はい、ネストボールは何も出さないです。ネストボール何も出さない。 A、はい、パラに張り替えます。張り替えられていく。このアーチつけて、はい、アブソリュートベンチに出して、アブソリュートベンチに出して、リーリエで2枚引きます。リーリエで2枚引いて、やばいな。ブラックマーケットやってるとアクエネルギーついてるやつ倒してもサイド取れないからの。ここにアクエに1枚つけて、きたきたきた、カットして終了ですね。はい、わしのターン、はい、ドローしてブルーの探索使います。無人発電所、はい、とビーストリング、はい、でそのまま無人発電所で張り替えで、えい、お互いの場のポケモン GX-EX の特性は全てなくなるんじゃな。ビーストエネルギーを手張りして、はい、ここはもう、ジェットパンチで、こいつとジラーチを破壊、で1枚もらうぞ。じゃあカード引きます。はい、キバニアを、はい、こっちだな、サメハダに進化で特性強欲進化で、はい、1枚見てその中にあるエネルギーをつけます。まあ、でも2枚しかなかったんで、エネルギーがぶっくりついていくわけじゃな。願い星使います。はい、願い星上から5枚見て白なんですね。白なが出て、白使います。はい、まはい、お願いします。6枚引きます。はい、6枚引いていく。ネストボール、ネストボール、じゃあ2個ドロー。はい、はい、おー、ゲコゾロが出てくるわけじゃな。ついに出た。あ、違う、攻撃できない。まいった、終了で、はい、1枚ドローして、ネットボール使って、はい、基本草エネルギーを持ってきて、はい、貼りますと。で、カットして、じゃあ、ビーストゲーム GX 使います、はい、で、破壊して効果によって1枚多く取れるんで2枚 A サイドもらいます。で、GX 技使いますと。サメ出して、はい、カード引きます。はい、N 付け替え、はい、で、これをここに移します。で、エネリサ、エネルギーリサイクル、まあ、2枚ですね、はい、5枚デックに戻すんですけど、はい、2枚戻しますわ。はい、で、リーディエって手札3枚なんで3枚だけ引きます。はい、さあ、どんどん加速させていく。キバニアをサメハダに進化で、はい、攻撃進化で、はい、うわ、なんかバグ起きたけど、バグ起きたけどやばっ、5枚いや、でもこれ無理だな。5枚つけたところでだもんな。5、6、7、8、8枚
前に、いや前じゃねえな、後ろにつけて、はい、一応逃げるか、逃げ目1枚切って逃げます、はい、で、アブソル、はい、で、終了。あー、なるほどな。どうぞ。じゃあ、わしのターン、しっかりとドローして、基本草エネルギーを、フェローチ&マッシブーンにしっかりと貼って、はい、とどめを刺します。グズマデデンネで、あ、そっか、デデンネでいいのか、はい、で、デデンネに対して、こう出して、エレガントソウルで、これとこれで60アップで250与えて破壊で再度2枚取って、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。ボコボコ、いや、まあ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 、まあ、こういう時もありますよね。そうですね、はい、さっきそのデッキ使って回ってる時は回ってたんで、まあ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 、まあ、しょうがない。これがポケモンカーディングバトルなんじゃな。ええ、え、はい、え、じゃあまた今度違うデッキで対戦お願いします。あ、お願いします。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。